ちょっと頑張って1200万。え、それだけ正直思っちゃうよね。うん、このお金持ちになる一番の近道です、次はですね、最初にお話をしたは一本動画を真面目なのがたまにね撮っていきたいと思います。はい、いつも登録していただいて、高評価いただいてありがとうございます。今日は数ある質問、あとはお問い合わせの中から、お金持ちにどうしたらなれますか、特に若い子から、あとは40代ぐらいの男性が多いです。そこにちょっと話していこうかなと思います。お金持ちってじゃあ何ですか。僕は2つあると思います。給料をもらうお金持ち、あとは配当をもらうお金持ち、この2パターン大きく分けて、分かれると思うんですけど、最初に話をした給料、これで高給取り、自分が1000万稼いでます、これ勘違いだと思います。お金持ちではない、ちょっと紐解いていきたいかなと。まずは簡単に僕の話ですね。森川千秋の30、今年34になります。はい、もともとは佐川急便、あとはヤマト運輸勤めてました。那須に荷物を配ってハンコもらってサインしてっていう、普通のドライバーですね。でそこから、センター長、管理職、ちょっと管理をする、役をいただいて一応お仕事をしてました。大きい会社にいるっていうのは安心してるっていう勘違いして自分がいたんですね。ヤマトってめちゃくちゃでかいんで業界シェアナンバーワン、ここにいればもう一緒の体かなと思ってたんですけど、支店長もしくは士官支店長、年俸制であったり、あとは給料制だったりするんですけど、1000万、ちょっと頑張って1200万、それだけ正直思っちゃうよね。もっとステップアップしたいと思って、いろんな副業とかネットワーク、あとは投資、その辺を勉強しながら、僕は2年半かけて大和を脱サラしました。経歴の方をこの辺にして、ここから本題に入っていきます。はい、これを最後まで見ていただけると、お金持ちの違いが分かります。あなたもなれます。はい、多くの人が得てる所得の給料、ここからですね、話していきたいと思います。一番分かりやすい例として、スポーツ選手、年俸が1億、2億、もしくは10億、メジャーに行けば20億、30億という方がいます。その中で、怪我しました。契約の3年間が終わったら次の月から給料がゼロです。会社をコロナの状況で今厳しいですよね。明日から来なくていいよって言われる可能性があります。そうしたらあなたの給料ゼロです。明日からゼロです。これとても大変ですよね。テレビ番組見てあの人は今、こんなプロ野球選手いたなって結構思うと思うんですけど、もう明日は我が身なんですよ。サラリーマンで違う世界かなと思ってますけど、一緒です。では2つ目、配当について話していきます。はい、配当、分かりやすく言うと、みずほ銀行、UFJ、 いろいろ銀行があると思うんですけど、その中に定期預金ってありますよね。そこの預金100万円を預けました。で利子が 0.0015%、金利がそれくらいつくんですけど、それを実際のお金に換算すると1年で1500円、1ヶ月で考えると120円前後ですよね。上位置頼んだら一瞬で終わっちゃうと思うんですよ。むしろ1ヶ月だったら頼めない、そういうレベルです。でそれに引き換え海外の銀行、そこに預けます。海外どんなのあるの知らないっていう方も多いと思うんですけど、実際は年利で 10% つく、そういう銀行あるんですよ。そこに預けると1億預けます。その時に1年間で1000万つきます。利子として、配当として、それが配当です。これをもし詳しく知りたい方は、今後そういう話もちょくちょく話していくので、ぜひチャンネル登録をして見逃さないようにお願いします。その配当の中でも株式投資ですね、ここちょっと話していきます。僕の話をします。ヤマトで働いていた時に持ち株制度、こういうのがあります。結構ですね、その皆さん入ってる方多いと思います。1ヶ月給料の中から天引きで5000円1万円、それを積み立てをしていく、それを株として購入をする。で社員が株を持つことで、その会社がどんどん利益が出たらそれを配当する。これを僕はもう辞めた後も続けていて、具体的な話すると、ヤマトを配達してお金を
社員のドライバーたちが稼いでくれてます。そこの中で頑張ったものが僕に配当として来るんですよ。いや本当ヤマトの人ありがとうございます、ありがとうございます。はい、そういうのが株式投資なんですよ。自分が動かなくてもその社員の人たちが頑張ってくれる、で頑張った結果が僕に返ってくる、めちゃくちゃ良くないですか。はい、では給料、配当2つについて話してきました。はい、ここの2つの中の配当まだない方はちょっと焦った方がいいですね。今は、まあ、物販でもアフリエイトでも何でもいいですけど、まあ、その中でも投資、まあ、ここについては僕は得意分野なので、この収益が配当に変わり、その配当が何もしなくても得られる、そういう体制を早めに整えてください。で少しでも貯金が今あるのであれば、それを投資しましょう。投資をして配当を得ましょう。その配当を得たお金の範囲内で少しを贅沢しましょう。それが本当のお金持ちになる一番の近道です。実際に今後僕が通ってきた道、2年半で脱サラをしました。実際に脱サラしなくてもいいんです。そこのやり方、その道を噛み砕いて順番に配信をしていきます。ちょっと長い動画になっちゃったんですけども、最後までご視聴いただきありがとうございます。今後配信していくのでチャンネル登録もよろしくお願いします。またね。